先ほどの対戦でユミリのロマンスになりました。え、ありがとうございます。タワーが中ちゃんさん、すぎーやん、ゼータンさん、あ、そうなんだ、わっしゃいわっしゃい、ありがとうございます、おめでとうございます。生誕祭おめでとうございます、ありがとうございます。今日は皆さんには分かりづらいんですけど、ちょっと配信のなんかこう私から見る視点がちょっと変わってて、いつもは机の上にこの携帯のやつ置いてってやってるんですけど、今日はその前に机の上に段ボールがあって、段ボールの上にじゃん、このDVD プレイヤーがあって、その前にじゃん、このこいつがあります、 iPad があります。これでなんかこう DVD プレイヤーの画面のところをこう iPad を立てらせてズームをしてます。今日もそんな感じでやってたので、そのままの名残であります。そう、その名残じゃないけど、さっきからここで七並びをしながら、あの BBQ ちゃんってお友達がいるんですけど、その子がスライムを作るのをひたすら見てました。あのズームじゃなくて LINE の方のテレビカメラでやってたので、なんかズームは横画面のイメージで、 LINE のテレビ電話は縦画面のイメージ、なんかこれを縦にして、ここで縦でこう見ながらこう七並べをしてました。スライムに今日はあの紙粘土を入れてて、そう、紙粘土を入れてふわふわなスライムと、あとはスパンコールを入れた、やつで2つ作ってました。なんかスライムの調子が悪いって言ってて、ちょっとよくわかんない、そう、なんかもうプロな感じでした。紙粘土入れたやつはすごいふわふわした感じになってて、あ、なんかでもすごい紙粘土がふわふわだったので、私もまた今度作りたいと思います。はい、今日はちょっと紙粘土がないので、なんか
スパンコールの方はあまり真似したいなとは思わなかった。なんかそんなに普通な感じ、スパンコールめっちゃ入れてた感じ。ということで今日は今日はさっきっていうか H さんとのコラボでやっていた物知り取りをしたいと思います。はい、2分間で何個できるかに挑戦したいと思います。最初の文字は皆さんに決めてもらおうと思います。1あ2いう3うん1あ2い3う4え5おあいうえあいうえおの、はい、一番多いやつから始めたいと思います。1あ2い3う4え5おです。例えば4が多かったらえから始めます。別に何でもいいですよ。制限時間は2分間です。特に何だろうな、そうですね、ちょっと待ってくださいね。あと10秒待ちます。10 9 8 7 6、あ、ちょっと待ってください、これタイマー、あと時計、はい、それではいきます。よーい、スタート、スタート。5、おお、岡田奈々、な74位。イヤリング。く、あと、あ、40秒経過。くといえば、これでしょ。暗闇。み。緑。リ。リード。
やばい、あと40秒。と、た、た、あ、ちょっと数えててください。と、あ、と、と、と、向こうだ。と、あったあった。と、と、ドクターイエロー、ロー、ロー、でもローだからロー。あと4、あ、あ、待って、私ちょっと一時停止しちゃってた。ちょっと、あ、30秒。と、あ、ロー、ロー、あったあった。ロングスカート、あと10秒。あと、と、あ、と、トロフィー4、3、それではおさらいをしていきましょう。なんだっけ、あ、ちょっと戻しちゃった、最初の、お、はい、最初のおは岡田奈々さんです。これはちょっとめっちゃほこりかぶってるんだけど、これ2017年9月のST48 ネットショップ限定のやつですね。この撮影の時は広島で多分撮ってるのかな、ノアさんは確か。そこで私のオフショットをたくさん撮ってくれた思い出があります。ガダナーナ一つクリア。はい、次はじゃん、急いで持ってきましたが見えるかな。74位、アップカミングガールズ、去年の去年の第50、53枚目シングル世界選抜総選挙、司会のセンターは誰だの皆さんにいただいた74位のトロフィーでございます。これはでもなーが来たら絶対これを出そうとこれだけ思ってた。そのSTU8 ちゃんの時にナが来たらこれだなって思ってました。ちなみにこれは実は私これ2つ持ってて、じゃん、これ2つ持ってて、こっちはレプリカです。これは持ってる方もいるんじゃないかなって思います。これはお揃いの方が多いのかな。これは本物です。すごい、この時もらった時はでも本当になんかこの前のグループ、あのなんちゃらガールズさんがこう一段落しておめでとうございましたってなった時に、そう、私はあ、そう、フューチャーガール、あ、そう、100回記念ガールズさん、はい、そう、記念枠の方が終わった時に、私はそう、あ、もう今回は入らなかったなっていう気持ちがすごく強かったので、こうしてまさか74位で選んでいただけるとは
思わなかったからすごく涙が止まらなかったです。こんなに押し上げてくださった皆さんにすごく嬉しかったです。はい、頑張ったね。本当にこれは私が頑張ったのではなくて、皆さんが頑張ってくださった証というかですね。なんか今はそんなにつかないんだけど、もらった時はめちゃくちゃ手汗がすごすぎて、なんか徳光さんに私が涙を流しすぎてティッシュをいただいたんですけど、それでずっとトロフィーを拭いてました。トロフィーが汚れちゃうって、あ、タワーが立ってる、どなたですか、もしかしてさっき読んだやつかな、ではないですか、さっき読んだ、読みました、はい、読ませていただきました。そうです、のトロフィーですね。今後あるかもわからないし、果たしてね、どうなんですかね。でもね、すごく分かんない、最初で最後の総選挙トロフィーかもしれないし、ね、今後どうなるかは全然分からないですし、果たして次があった、あって私がこうトロフィーを受け取れるのかは、ね、分かりませんが、私の大切な思い出です。これは私がなんか48グループにいたっていう証かなって思います。はい、74位、次イヤリング、これあんまり映せないんだけど、こうかな。じゃあこのイヤリングはたまたま持ってきたやつだけど、これは自分で買ったやつかな、これは自分で買ったやつだけど、あ、でもそうだな、イヤリングは皆さんが思ってる以上に持ってます。はい、それは自分でもめちゃくちゃ買うし、あとはファンの方からいただいたりすることも多いですね。なんかあんまり、でもこういう、あ、ここにもあったな、これお気に入りでいっぱいつけてるんだけど、でもこれは片っぽどっか行っちゃったので片耳だけつけてます。なんかイヤリングの中でお気に入りのやつはこういう天体系のやつと、あとはどこかあるかな、ないな、ね、こういう、これもてかイヤリングいっぱいあるな、ここだけで、これもパカってやるやつですぐつけれる、なんかこういう、あ、あった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 、こういうちょっと大きいやつも好きだけど、私がすごい好きなのはこういうちょっとピアスっぽい感じの、あ、入んないな、こういう、見えるかな、ちょっとピアスっぽいこのフープ状のやつがすごくお気に入りです。なんかこれ今つけてるのは自分で買った300円ぐらいのやつなんですけど、なんかもうちょっとお値段するやつとかだと、なんかつけてても痛くないイヤリングとかってあったりして、それをファンの方にいただいてよくつけてました。
でもイヤリングはなくしちゃうことが多いので、はい、多いですね。でも結果的に私片耳しかかけないので、まあ、うん、あんまりこうなくしても片っぽだけつけてることが多いですね。あとはすごく最近の悩みがイヤリングの保存方法っていうか、イヤリングのをどう置いていいかが分かんなくって、あのよくピアスはピアスを置くやつとかが売ってるんですけど、イヤリングってでもなんかイヤリングこうなんかなんだろうな、仕切りに入れるほど入れて飾れるほど少なくないんですよ。もうめちゃくちゃあるんですよ。そうケースはに入んないんですよ。うん、なんだろうな、もうちょっともうこんぐらいの仕切りでいっぱいあるやつが欲しいんですけど、あのなんかああいうのってこんぐらいのやつがこう12個とかだったりするけど、私あんまり大きいイヤリング持ってないので、なんかこれ買っても10個ぐらいしか入らないしなーってなって、そう今はだからちょっとぐちゃぐちゃって入ってますね。なんかピアス、私のでも予想っていうか欲しいなって思うのは、なんかピアスみたいにこう立てらせて飾れるやつがあったらいいんだけどなって思ってます。イヤリングかける木みたいなのあるね。そう、それのピアスのやつしかまだ見つけれてなくって、うん、そうなんです。あとはなんかこう見せて飾れるやつが、確かに自分で作るのもありかな。いいですね。はい、イヤリングく暗闇、これ実はまだ開けてないんですよ。だから生写真が入ってるんです、誰かの。今日じゃあこの何かのご縁なのでこれ開封してみたいと思います。ありがとうございます。そう、なんか暗闇の CD なんかめっちゃあって、誰かな、誰だと思いますか、誰だろうな、ちょっとよいしょ、あー懐かしい、地引きカノンちゃん、なるほどね。この時はまだドラフト生もいない、もう本当に一期生しかいなかったから、もしかしたらね卒業してるメンバーのやつかもしれない。はあ、へえ、あ、これは兵庫メンバーのやつだ。懐かしいな。あゆみんとのツーショット、めっちゃ暗いけどこれ私が撮ってるな。ひなちゃんとのとかあるし、
これは映るんですで、みんなで撮ったやつ、メンバーで。あ、おばあちゃんと一緒に写ってるのとかもありますね。エモエモ。じゃあ行きます。せーの、じゃん。お、マイハ、森下マイハちゃんでした。子供だな。懐かしい。これはきっとあれだな、特典映像のやつを撮りに行った時の写真かな。髪長い子供だなね。今日のんちゃんもお誕生日だったし、みんなどんどん大人になっていきますね。いいこと。大人になれば無理しないで歩きながら、周りに合わせるように休むに夕方のカレー探してるんだ、夢力だそうで、汗かいて踏ん張れ。私これ入れたい人、この袋に。これ忘れてた。全力で行こうぜ。この場所から私たちは始まる。入れ直そう。これも入れたいな。また終わってから入れますね。緑はこれは緑食紅ですね。これはその使おうと思ってスライムで買ったやつです。食紅なので食べれます。まだ使ってないので今後ね使っていきたいと思います。リードこれは開いてるやつ。これはちなみに私はサックス吹いてるんですけど、サックスはバンドレンの三半を使ってます。リードはですね、だいたいアルトサックスの大きさはこのぐらいなんですけど、このもう一個大きいのは、これはこっちのケースはバリトンサックスとかテナーサックスの時に買います。3番は硬くない、あ、3半ですね。単独半、3と2分の1、3半だな。でも割とポピュラーなのは3番かもしれない。3番、数字が小さくなるほど柔らかいっていうか薄いのかな、ので吹きやすいっていうか音が出しやすいです。ジャズとか吹かれてる方は数字が小さい方が多いのかな。そういう方がなんか高校生とかで演奏してる人とかは割と3番か3半、3と2分の1、3半が多いですね。うん、感じですね。
ゴーセブンさん、スギアンさん生誕祭おめでとう、ありがとうございます。ゴーセブンさん、スギアンさんおめでとうございます。おめでたわー、よしちゃい、ありがとうございます。おめでたわーです、ありがとうございます。こんな感じです。ちなみに、最近ちょっとこのケースもちょっと寿命なんですよね。この間ちょっと開ける機会があって開けたんですけど開かなくって、この子はフェアリーちゃんって言います。あ、ちょっとめっちゃ唇についてるけど、これがこれマウスピースなんですけど、ここにこれはもうあれだな、もうなんか今つけてるのなんかいらないやつっていうか、ここケースなんですけど、ここについてて、これが振動して音が鳴ります。こんな感じの、ここについてますリードは。これはそう、この硬さで音が変わるのと、あとはこの箱、だいたいこういう箱ってこれが10個入ってるんですけど、あ、コンクールで使いたいなって思うのは1箱に1個入ってるか入ってないかって感じです、私は。なのでコンクールとかコンサートとかでがある時とかは、まあ、ある時って、まあ、あるんですけどはめちゃくちゃ買いますね。ので結構出費がすごいですでもね、あるとは限らないのでね、今年も吹奏楽コンクールがなくなってしまったりとかしてるのでね、当たり前にあるわけではないですけど、めちゃくちゃ買ってます。そうだから大学に入ってアルバイトをめちゃくちゃ3つ掛け持ちしてました。はい、まあでもそれは楽器っていうのもあるけど、まあ普通に生活費とか一人暮らしを始めたので普通に食費とかが大変だったのでやってただけなんですけど、はい、ちっちゃく出るかな。でもこれは私3半なんですけど、3半でももう結構薄くなってるから、なんかちっちゃくだったら、なんかまたどっかでちゃんとした部屋で演奏できたらいいですね。結構音が出なくても音程が分かるっていうか、なんかこういう奏法もなんかあります。こうなんだろうな、音出さないで、私はできない、これでパッってやってパチンってなるやつとかも
あります。指どうなって、指はドレミファソラシド、ドレミファソラシドはリコーダーと一緒なので、ドレミファソラシドドシラソファミレドなので、まあリコーダーできたらなんかソシャープだったり ラシャープだったり、ここのドシャープ、ドシャープ、ソシャープ、ドシャープはここ、ソシャープはここみたいなあるんですけど、こうね記号何かつくとちょっとあれなんですけど、だしドオクターブキー、オクターブキーってのがここを押すと基本的にオクターブ上がりますけど、まあそれはまあ何でもってわけじゃない。レシャープ、ミ、ファ、ファシャープとかこの辺を使う、高くなるとこの辺を使いますね。めちゃくちゃ私が一番苦手なのがここにある、ここに4つ、ここに4つボタンがあるんですけど、これも4つとも全部左の小指で押さないといけなくって、ドの指をして全部表は押さえたらドなんですけど、一番低い、さらにここを押したらシになって、ここを押すとシフラットになるんですけど、でここを押すとドシャープになるんですよ。だからこの全部押さえたままドシャープ、ドシドシフラットみたいな、この辺の動きがたまになんかなんだっけな、パイレーツかな、ダララッタッタララッタッタララッタッタララッタじゃない、何の曲だっけな、なんかここをシフラットシーとか、ここを連続でなんかめちゃくちゃいじめる楽譜があって、指がつりそうでした。うん、なんだっけな、あー シフラット C シフラってリリッティかタララッタ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 ララッだったのかもしれないですね。なんかこの前調べたんだよね、こう、まあ、音楽も著作権があるので何でもは演奏できないんですけど、まあ、基本的に作曲者の方の没後、まあ、50年だったり70年だったりとかすると著作権が切れて演奏ができるので、ああなんだろうな、クラシックは切れてるのが多いですね。グレン・ミラーはいける、そうですね、でもグレン・ミラーはいけるんですけど、あれのなんか茶色の小瓶とか、なんかなんだろうな、原曲は切れてるけどアレンジが切れてないことが多いんですよね。グレン・ミラーも特にそうで、茶色の小瓶とかジャズ風にアレンジしてるやつとかは、あれアレンジされてるので新しく、そこがダメだったりして、結構その作曲者の方は亡くなられてて曲自体の著作権は切れてるけど、今有名なのは新たにアレンジされたやつだったりするから、そっちだとちょっとダメなんですよね。だか
からそれが果たして原曲なのかちょっとアレンジされてるのかでまた変わっちゃったりしますね。そうだからなんかだから私はなんだ著作権とかちょっとなんか気になる人、音楽やってる人は大体そうだと思うな。なんか映像とか音楽とか、うん、敏感ですね。私が聞いてたのがこの前、あでもそう、私がこの前聞いてたのがマインドスケープって昨日かな。でもあれは最近の曲なので、なんか私の演奏してる吹奏楽の曲って結構、吹奏楽ってそもそも歴史がそこまで深くないので、はい、最近の曲だったり、まあなんだろう、普通にまだ生きてる方っていうかが多いですね。のではい、すごくアルメニアンダンス、テレレテレレンテンテレレテンテレレンテレレンテレレテン、確かにアルメニアンダンスとかはいいかもね。うん、またどこかでなんか今は夜だしちょっとご近所迷惑さんにも近所さんにも迷惑になっちゃうので、はい、演奏できないですけど、なんかまたねカラオケとか行けるようになったらそういうところでとかレッスン場とかもし夜とか借りれたら、借りれたらっていうかね、吹きたいな。そういうのもだし、聞こえるかな。君の名は希望はサックスからするとすごく吹きやすい曲で、記号が調合シャープとかフラットとか全部なくなるんです、サックスで吹くと。サビがダララララタタタタラララがサックスだとドレミファソソソソファミレドになるんですけど、ピアノだとミファソラシシシシラソファミだし、しかもミはフラットだし、ラもフラットだし、なんかとかめっちゃフラットがつくんですけど、サックスはピアノとちょっと音がずれてるので、はい、でも途中で転調しちゃうから結局ついちゃうんですけどね。はい、ちょっとお話しすぎました。はい、タックスじゃない、リードと、あ、ドクターイエロー、これはドクターイエローランチボックス、これ京都デッド博物館ですかね。ちゃんと中も洗ってます。これはランチボックスのドクターイエローです。さっきこの辺にも文字を書いてたので、あったあった、
これはペンケースです。これを探してた。これコカにもらったやつが、ね、はい、これはそう、京都の鉄白のやつです。よいしょ。かわいいよね。うん、です。イエローをロロングスカート、スカートは基本的にロングが多いですね。はい、あの、うん、まあ、これから夏になってくるのでわかんないですけど、どんどん短くなってくるかもしれないし、それはわからないですけど、なんかあまり短いスカートは持ってないかな。うん、まあでも最近は本当にワンピース着ることが多いから、うん、あれなんですけど、はい、かな、以上ですね。ってことで何個なんだろう。カダナナ74位、イヤリングくって何、あ、暗闇、暗闇、緑、リード、トロフィー、違う、イヤリング、暗闇、緑、あ、リード。リードドクターイエローロングスカート、まあ最後にトロフィーもやった。10個か、10個でした。緑は OK なんか、まあでも緑色っていうよりこれ緑って書いてるので、緑の宿便なので緑です。100ポイントですね。やった。皆さんもぜひね、こうオンラインで、今流行りのオンライン飲み会とか、オンラインで何かするときとか、こうお友達さんとかとやってみてください。はい、ぜひ。なかなか難しいですね、うん、私もやってみよう。でもさっきその友達がスライム作るって言った時になんかめっちゃ断られてて、あの風呂入るから勝手に作っといてって言われてたりとか、私が見たいって言って、私とあと踊り姫ちゃんっていう子3人でテレビ電話してたけど、そう、みんなこの時間は忙しいんだねって言いながら3人で待ったりしてました。ですね、そう、ほのぼの、そう、ほのぼのしてましたね。でも友達は多い方なのかもしれない。転校してるからめちゃくちゃいる、 いろんなところに。それこそ私がその COD してるって言ってる友達も北海道にいる子なので、あ、もちろん女の子なんですけど普通に、なので
結構いろんなところに行くかな。その子は普通に学校が一緒だった子でね、北海道に行っちゃったんですけど、めちゃくちゃ遠いし全然会えてないけど連絡は取ってるかな。そう、でも春からなのかな。だから私が11月に行った時はまだ北海道民じゃなかったから、そうだね、あのまたツアーとかで行けたらね、会えたらいいですよね。お互い頑張りましょうって言ってました。ですね。でまたいつか行けたらいいですね。北海道ツアーもできたらいいな、握手会もできたらいいな。そうだね、私の代だと新社会人、そうですね、もう今年から新社会人ですね。友達が大体か、まあ大学院行ったりとかいう子もいますけど、かな。幕張に来てね。ね、幕張に早く行けたらいいですね。沖縄いいですね。沖縄もいいな、いろんなところ行きたいな。ヘリウムガスが吸いたいって、そのさっきテレビ電話した友達 BBQ ちゃんに言ったら、あ、高校の時吸ってたよって言われてなんか友達と遊んでた、普通に百均とかにも売ってるよって言われた。めちゃくちゃ楽しいし、それで自己紹介すると本当にお腹がよじれるよって言われたか、百均に売ってるんだと思って、前はあったね。まあでも最近はねあんまりないのかな。危険やか、まあそうだね、あの人体用のやつじゃないとね、それは危ないですよね。ちゃんと人体用のやつを、まあ、そんな一言喋るぐらいしか使わないけど、はい、まあ、気をつけて使います。全然使うときはね、配信でできたらいいなって思います。それではそろそろ終わりたいなって思います。13位、スランプくんさん、スギアンさん、ブルーベリー生誕祭おめでとう、おめでとうございます、ありがとうございます。12位、ユッキンさん、ありがとうございます。11位、トリラーさん、ありがとうございます。10位、キャスバルさん、山本あこたん、スリージエさん、ありがとうございます。9位、シギアさん、ありがとうございます、おめでとうございます。
8位が西さん、杉やん、パープル生誕祭おめでとう、おめでとうございます、ありがとうございます。7位フルフルさん、杉やん、イエロー生誕祭おめでとう、何そう戦隊みたいな、ありがとうございます。6位文字さん、杉やんピンク生誕祭おめでとう、おめでとうございます、ありがとうございます。5位シューマイユミコさん、ありがとうございます。4位がエビさん、スギアンさん、グリーン先頭の際ありがとうございます、おめでとうございます。3位ミズさん、私もミサンガが上達しました、おお素敵ですね、私も上達しそうです、全然もう作ってないけどありがとうございます。2号セブンさん、シギアンブルー瀬田さんおめでとう、おめでとうございます。そして第1位が中ちゃんさん、シギアンデッド瀬田さんおめでとう、おめでとうございます、ありがとうございます。瀬田セブンみたい、確かにおめでとうございます、すごいめっちゃ戦隊ものだね。ありがとうございます。あ、コメントが変わってる。押し始めて4度目のバースで向かいました。永遠にお須藤早く会いたい。モズス。ありがとうございます。早く会いたいですね。ありがとう、こちらこそ見てくださってありがとうございます。またねスライム配信できたらいいなって思います。そう、まあみんな人間ですからね、強い人間はいないのでお互い守り合いましょう。強く見せることは簡単なんですけどね、お互い様っていうか、お互いが支え合って優しくなりたいですね。はい、それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆみりん。それではおやすみなさーい。バイバーイ。おやすみなさーい。